コミッショナー用宿舎、イングランドで最古の海軍建築であるチャタム交渉は、イギリスのケント州にあるメドウェイ川に面した造船所で、敷地の3分の2がジリンガムに、残り3分の1がチャタムに含まれている。宗教改革後のカトリック諸国との関係が悪化していた時期に創設された。チャタム交渉は414年間に500隻以上の軍艦を、 イギリス海軍に供給し、造船、建築産業の最前線といえる存在で、最盛期には1万人を超える熟練校が働いており、敷地は400エーカーにわたった。交渉は1984年に閉鎖されたが、現在では、常時長期のドックヤードなど84エーカーが、開示博物館として一般に公開されている。 ピットトリデから見たチャタム交渉1667年6月のオランダによるメドウェイ川襲撃16世紀前半、イギリス軍艦の補修は主にデッドフォード交渉が担っていた。それを裏付ける1544年の支出を記した書類が残っているが、この状況はすぐに変化する。1547年になると、ジリンガム水域つまりチャタム交渉は、 デッドフォードに着く重要な造船所だと考えられていた。なお3位以下には、ウリッジ、ポーツマス、ハリッジなどが並んでいる。この重要性のため1550年に、ポーツマス港に停泊しているすべての艦艇を、優れた戦略的位置にあるジリンガム水域に移動させる命令が出された。1567年、エリザベス一世は、チャタムを、王立造船所とし、 その後1573年には交渉を訪問している。17世紀の半ばまでに、チャタム交渉は海軍最大の修繕基地となり、英乱戦争の間大いに活用された。しかし、イギリスがフランスと戦争をするようになると状況が変わる。主戦場が英仏海峡や大西洋になったことで、ポーツマスやプリマスといった港の方が利便性が高くなったのだ。 加えてメドウェイ側は体積によって水深が減り、航行が難しくなっていた。そのためチャタムは修繕に代わって県管を中心とするようになる。1622年にはドックを若干北側の現在の位置に移動したが、戦列艦ビクトリーとフリゲートユニコーンなどの現在でも保存されている搬送軍艦はそこで建造された。 1862年から1885年にかけて大規模な建造計画が実行され、セントメアリーベースンズがセントメアリー側に造成された。ベースンは合計69エーカーの面積があり、その4つの新設館ドックは多数の囚人たちを動員して建設された。この工事ではおおよそ1億1000万個のレンガが使用されたと推測されており、 これらの資材を供給するために、北県との連が、セメント産業は刷新されることとなった。この時完成したドックはまとめて、ビクトリアンドックヤードと呼ばれていて、そこでは平均して年2隻の軍艦を建造した。この工事期間中の1869年に、デッドフォード・ブリッジ交渉が閉鎖され、チャタム交渉は以前よりも重要視されるようになる。 20世紀に入ると、チャタム交渉では、潜水艦を建造するようになる。1908年に潜水艦 C17 が完成し、第一次世界大戦期間に、チャタム交渉は12隻の潜水艦を浸水させた。しかし終戦とともに未完成の潜水艦はスクラップとなり、それから5年間チャタム交渉で新たな船が浸水することはなかったのである。その後も停滞は続き、 戦艦機に建造されたのは8隻の s 9戦水艦だけであった。だが、第二次世界大戦が勃発すると1360回の修繕と16隻の心臓をこなすなど、再び活用されることとなった。戦後は主に修繕を行うようになる。最後に建造されたのは、イギリス海軍向けとしては、オセロット全体としては、カナダ海軍のオカナガムであり、共に、 オベロン級潜水艦である。1968年には各燃料搭載用クレーンと保健物理学設備を備えた原子力潜水艦補修施設が完成した。しかし1981年6月に議会はチャタム交渉を1984年までに閉鎖すると発表した。常時長期の交渉施設は現在観光地になっていて管理団体は 交渉とその周囲の防衛施設の世界遺産登録を申請している。セントメアリー島は現在では住宅地となり、ビクトリアンドックヤードの一部はメドウェイトンネルの入り口になっている。その他の軍事施設は補修の上でメドウェイ大学が使用している。ABC チャトムドックヤードインオールドフォトグラフスフィリップ・マクドゥーガル1994 パブアラン・サットン・パブリッシング・リミテッド、ISBN1 から840150386、BBC レポート、ワールド・ヘリテージ・ビット・フォード・クウアー・ターカイブド2007年9月7日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ウィキメディア・コモンズには、チャタム交渉に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。